ICM ルアフィッシングクラブです。メガバスの新作トップウォータールアープロップダータ106が入荷してまいりましたので紹介いたします。はい、ずらずらっと、まあ、今回も全色入荷しました。でもうね、これカラー、各カラーの詳しい情報はね、あの紹介資料見てください。でこのプロップダータ106なんですけど、まあ、基本メガバスのことをねよくご存知の方であればもう今更プロップダータとは何ぞやというのを説明するまでもないとは思うんですが、一応一通りというかざっと説明しますと、まあ、この未納形状のルアーですね、こういったのお尻にプロペラがついてるんですね。こんな感じでね、でそれがプロップダータで、もともとはねメガバスのジャグベイト X80 トリックダータっていうのがあったんですけど、それのお尻にねプロペラをつけたようなのが発売になりました。それがね確か2000年か1999年とか2000年とかその辺でしたね。プロップダータ80のもともとは X80 トリックダータ、まあ同時期に開発してたらしいんですけど、ただまあね、中身とかね、重さとかいろいろ変わってるんで、プロップダータ80っていうのが出ましたね。はい、で、背中の、ね、モデルイヤー見ると、2000年とか2001年とか2002年とか、その辺の僕いっぱい持ってるんですけど、2000年代、2001年代の、プリントがあるプロップダータ80に関してはボディが細いんですよ。ちょっと映像だとね 見分けづらいと思うんですけど、この辺ねスリムモデルっていう初期型なんですね。初期型でこのマットタイがこれですかね。これはね、まあ、現行モデル、いわゆるファットボディってやつですか。浮力がちょっと増してるやつ、この辺ファットボディですね。うん、見ても分かんないんだよね。 X80 トリックダータ違う、すいません、 X80 プロップダータ、プロップダータ80ですか。うん、まあこういう2種類があるんですよ。現行モデルはこれですね、こういう箱になりました。ファットモデルですね。でファットモデルになった頃ってプラスチックのケース、ルアーケースに入って黄色いなんか蛍光カラーのファットボディとかファットモデルですよみたいなシールが貼ってありましたね。うん、でそういうのが出ました。でその次に出たのが多分このマットタイガー、これですね。これねワンテンのプロップダーターなんですよ。プロップダーターワンテン、わかります？ワンテンとワンリップついてますよね。のお尻にプロペラついてる。で本来ワンテンというのはトリプルフックが3つついてるんですけど、お尻のところがプロペラになってる、はい、これがプロップダーターワンテンこういったものも出ました。でさらにですね、このワンテン、プロップダーターワンテンのリップがないモデル、これですね。これ見てください、リップがないんですよ。はい、こっちはありますよね、プロップダーターワンテン。こっちはラップスティックっていうルアーなんです。でラップスティックももう見た感じこうプロップダーターワンテンにそっくりなんですけど、リップがないですね。でリップがないことによってどうなるかっていうと、あんまり暴れないんですけど、暴れさせると、まあ、例えばトゥイッチとかジャークとかした時にもうね想定外の動きするんですよ。ただまあね、ただ巻きストップゴーで使うのがメインじゃないかなと僕は思うんですよね、ラップスティックに関しては。もうねトリックアクションとか入れ始めるとね予想外の動きするんで、水面飛び跳ねちゃったりね、潜ってったりわけわかんないですね。ただまあね、イメージとしてはこの手前にあるこれヘドンのマグナムトーピードですね。これに近いものがあります。ボディがワンテン形状なんだけど、お尻にペラがついているマグナムトピード。まあ、ちなみにこのマグナムトピードに関してはメガバスコラボ、ヘドンメガバスコラボのメガバスカロッツェリアっていうプロジェクトがあって、これ多分抹茶ヘッドっていうカラーですね。メガバスチューンドのマグナムトピード、
こういうのも昔やってましたね、メガバス。まあ、他にもあのザラとかね、あのラッキーサーティーとかね、いろいろやってましたね。クローフィッシュ系とかね。うん。まあそれいいや。どこまで行ったっけ？ラップスティックか。ラップスティックが出の、その次にこれですね、ジョイントボディ。で、これあの、アイラウドって言います。プロップダータ、アイラウド。ジョイントボディにプロペラがついている。ジョイントボディとプロペラだけじゃなくて、この時に、同時期にアイジャックっていうのを開発してました。アイジャックは、こう、ボディの中に RAB でしたっけ？ラダーなんとかバランサー機構みたいな、こう、聞こえますか？この音。ボディの中に振り子みたいな重りが入っていて、それがボディと干渉した時にコチョンと音が鳴るんです。それを一番初めに搭載したのはアイジャック。まあ、アイジャックももともとは IT ジャック、フィッシュアロとコラボのね、IT ジャックのいい音をカスタネットみたいな、あれを出そうと思ってアイジャックっていうのをインジェクションで作ったんですけど、それが結構トップでいいね、いいねってことで、アイジャックのさらにもじょもじょってやれるバージョンとして、連結ボディになってプロペラがついて、この音が出るバランサー。聞こえます？これね、プロップダータ、アイラウドって言うんですよ。この重りの仕組みは、アイウィングの135なんかにも搭載されてますね。あんまりこう、移動距離ない、ほんのちょっとの移動距離で、こっちょんこっちょん言わせられるんで、アイウィングの135なんかも、移動距離短めで、こちょん、こちょん、こちょんとこう、跳ね物ですけども、音をこう出せる。で、さらにこう音を出すだけじゃなくて、ちょっとの動きだけで左右にパタンパタンになるんで、すごいこう移動距離を抑えて左右にこう平打つのがすごい仕組みですね。はい。で、続きましてさらにこれですね、プロップダータアイウェイクと、これはね、いつですかね、もう 3,4 年前ですかね、LBO2 を搭載して飛距離が伸びて、まあ、もちろんあの X80 プロップ80に比べれば、これボディサイズでかいのでよく飛ぶんですけども、LBO2 が入ってるんでかなりぶっ飛んでいく。プロップダータってね、割と飛ばないんですよね、意外とね。あの X80 トリックダータの方がよく飛ぶ。トリックダータのつもりで投げるとあれ飛ばねえなってなっちゃってたのがプロップダータなんですけど、その辺の問題を解決しつつ、このお尻の毛がついていて、こうアイウェイクっていうぐらいですから、ウェイキー、水面の引き波がすごいこう生めかしい感じになりつつも、ロッドアクション入れるとこうプロップダータのプロップでね、プチョンプチョンってなったりするというルアーが出たところに今回のこれです1個出してみました。これね、カラー名はシャンパンキンクロ PS ってやつですね。シャンパンキンクロ、キンクロボディに PS ですからピンクシグナルの略だと思うんですけど、お尻の背中側ですね、テールの背中側っていうんですかね、にピンクが吹いてあります。これ多分ね、ボディ全部にピンクじゃなくてお尻にピンクが吹いてあるっていうことは、結構こう潜らせ、頭触りでこう泳いでくる、でも背中側がこう浮いてる水面に近い、だからこう見やすいカラーをお尻の方に吹いてるのかなと思いますね。うん、これね、シャンパンキンクロ PS っていうカラーです。 X75 とか出た時にね、シャンパンキンクロアユ PS とかね、あの同じようなのあったんですけど、これアユのもな反転っていうんですか、ないですね。こっちのこのアユカラーみたいにね、黄色いこう模様がないんですよね。シャンパンキンクロ PS、 ピンクシグナルですかね。で、まあ、こっちはあのプロップダータアイウェイクなんですけども、これはあのチャートシグナルですかね、 CS、 はい、これはマットタイヤ。あの動画撮るときとかにね、あの見えないんですよね、ナチュラルカラーだと。メガバスのルアーって、で操作してるときもあんまり見えないんで、僕結構こういう最近はあのチャートシグナルとかオレンジシグナルとかね、ピンクシグナルとか、そういったカラーよく使ってますねで、このアイウェイクとこの106、
すごい似てるんですけど、どの辺が違うかってパッと気がつくのは、もうテールのこのフックですね。これがあのティーザーフックじゃなくなってる普通のフックになってますね。でさらによく見るとね、これフックのメーカーあるいはものが違いますね。パッと見ね、同じようなサイズの針なんですけど、このアイウェイクの針よりもこの106の針の方が軽そうに見えますね。でルアー全体の重さがもし変わらないのだとすれば、針が軽くなることによってボディの方が重たいってことになりますから、まあ、あのフックに振られずボディの、まあ、水の抵抗でアクションする、まあ、よりそういう傾向が強くなっているんじゃないですかね。アイウェイクの針はこれ海でも使うような針ですもんね。これね、サトシンさんこだわりの針なんですかね。これはメガバスが昔からよく使ってるラウンドフックですよね。106で、さらにですね、このリップの形状が違います。これがイウェイクのリップ、ストーンとこまっすぐなんですけど、こっちはね X80 プロップダーターみたいにちょっとスコップビルになってるんですよね。前面糸ライン側の方がちょっとへこんでる、スプーンみたいに。これね80プロップにも似てるんですよね。ちょっとこれ見えますかね80プロップダーターのプロップ80のリップも前がへこんでいる、くぼんでいるって言うんですか。で106もくぼんでます。はい、このことによってこう振りが激しくなるんですかね。こっちはもう左右にパタ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 って、こっちはこうよりこう激しくなるんじゃないでしょうか。うん、早速ねこれ持って出かけたいところなんですが、ちょっとねなかなかボートの予約が取れないとか、天気が非常に悪い、ちょっと今日もね集中豪雨になってるんで、ちょっと動画、実況動画をお待ちください。ただまあね、プロップダーター106に関しましては、とりあえずまあ今回も全色入荷しておりますので、ご注文いただいている方は発送いたしますので、お手元に届くまで楽しみにお待ちください。で今回予約してくださってた人の分は全部入荷しますので、はい、滞りなく発送できると思います。でお店の在庫逆にないよみたいな。でプロップダーター106うちのお店に入荷しておりますので、メガバス取扱店に今すぐ行けばあるんじゃないでしょうか。全色あるかどうか分かんないですけどね、うちはたまたま全色ありますけど。はい、それでは梅雨真っ只中、ちょうどいいルアーではないでしょうか。プロップダーター106お買い上げ、ご注文お待ちしております。